こんにちは、セールです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はですね、MT4 の簡単な使い方について説明していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。まず、前回の動画でですね、MT4 のダウンロード方法を見て、ダウンロードしたと思うんですけど、まあ実際、開くとこういう感じですね。これまあ、デフォルトの状態といいますか。この MT4 をいろいろカスタマイズしながら見やすくしていくんですけど、まあ、このデフォルトの状態をどうやって変更していくかですね。まず、ログイン方法からいきますか。ログインですね、する場合は、ファイルですね。ファイルから取引口座にログインをクリックですね。そうしますと、このように出てきますので、ここにあなたの、ね、XM のログイン ID とパスワードと、サーバーを選択するところですね。そういう感じです。で、ログインするところですね。このログイン ID とですね、まあ、サーバー情報というのは、デモ口座をね、開設したとき、もしくはリアル口座を開設したときにですね、メールが届いてたと思うんですけど、そうですね。デモ口座だったらトレーニングようこそで、この ID とサーバーが記載されてますので、そちらを見て入れてください。そうですね。メールに、口座を開設したときにですね、届いたメールの中にログイン ID とサーバー情報は入ってる、書かれてると思いますので、そちらを見ながら選んでログインしてくださいね。で、現在は今、僕のデモ口座の、デモ口座にね、ログインしてる状態ですね。現在ログインしてる口座名はこちらに書かれていますので、ここをちゃんと見るってことですね、上の方。はい。では、カスタマイズをしていきます。まず、適当に、まず、4つ見えにくいので、1つ何かクリックしましょう。まず、US ドル、日本円、ドル円をクリックしますね。はい。そうしますと、大きくなりましたので、この辺のグリッド線って言うんですけど、まずこれが見にくいですね。ので、まずこれから消していきます。まず、右クリックですね。右クリックでしますと、グリッドというありますので、そちらをクリックですね。はい。そうしますと、スッキリしましたね。消えました。表示したい場合はまた一緒ですね。で、次、このチャートですけど、このチャートも今、ラインチャートでちょっと見にくいので、こちらをローソク足に変えていきます。ローソク足に変える場合はですね、画面のここですね。今、このラインチャートになってるんです。バーチャートですか？すいません。ここですね。ローソク足って書いてますよね。ここをクリックですね。そうしますと、違いがわかりますか？バーチャート。これ、ローソクチャートですね。よく見慣れるやつですね。はい。あ、そう。チャートの大きさはですね、この横のプラスで、マイナスであるので、これで買い切れます。あなたの見やすいもので、そちらを変えていってください。で、次にですね、これは邪魔なので、これを消したいと思います。消すときはもう簡単ですね。このトレードパネルを非表示。こっちに小さい矢印があるので、こちらをクリックすれば消えます。出したときはまたこれですね。はい。ここは、このボタンを押すとね、売り買いすぐできるんですけど、まあ、間違って押しちゃったりする可能性もあるので、まあ、必要なときは消しておくってことですね。
で、次はですね、チャートロ、今、1時間足ってなってますね。ここが、あるんですけど、ここで、どの足を見るかを変えるところですね。一番端から、まあ、上位足の1ヶ月、月足ですね。この1本が月足になっていることですね。月足、ダブルワンは週足、まあ、日足と、まあ、出ますのでね、ここで変えていって、チャートを見ていってください。とですね、まあ、右端は空いてた方がいいって言われるので、こちらですね、チャートの右端をシフト、こちらを押すと、ね、これは過去チャートですよね。で、現在進行形で、ここからチャートが上がっていったり、下がっていったりと、そういうのが今から未来のチャート。リアルタイムチャートがここに表示されていくってことですね。と、次はですね、今度はこの表示。まあ、ここにいろいろあるんですけど、ナビゲーターというのをクリックすると、ここにいろいろまた出てくるので、もしリアル講座と、デモ講座を切り替えるときは、ここでですね、登録してあった講座が、で、切り替えができますので。あとは、まあ、こちらにもいろいろありますけど、まあ、こちらからもいろいろ何かできるということですね。消すときはこのバツですね。次に表示さすのは、そうですね、挿入のインディケーターというのがありますので そこからですね、トレンドのね、ムービングアベレージというの、これも追加しておいた方がいいですね。で、そのまま OK すると、このですね、ムービングアベレージ、まあ平均のグラフですね。まあこれもあって邪魔にはならないものなので、まあ、多くのトレーダーがね、これを見てますので、これも表示させておくといいと思います。あとですね、この状態で、で、他の通貨を切り替えるときは、先ほど4つ映ってましたよね。4つ打つときは、またこのウィンドウの整列。こうですね。今、これが、今、カスタマイズです。で、残りも同じようにカスタマイズするんですけど、一つ一つ手動でやるのはめんどくさいので、それを簡単にできる方法を教えます。まあ、一回、また先ほどに一つ戻して、この状態を他の画面でもですね、ユーロドルにも、変更したいっていう時には、カスタマイズしたやつをですね、右クリックですね。右クリックして、定型チャートというのがあります。で、定型として保存をクリックですね。そうしますと、このような画面が出ますので、ここにですね、ドットの前にお好きなお名前を入力してください。まあ、わかりやすいやつですね。何でもいいです。まあ、今回は00にしておきましょう。で、保存。保存しました。で、これが別のチャートですね。ユーロ、US ドル。こちらを先ほどと同じように2倍。また右クリックですね。で、右クリックから先ほどの定型チャート。ね。の下にこの00、今保存したやつがありますよね。こちらを選んで、同じように変わっていくということですね。これはもう他でも一緒ですね。定型チャート。あなたの保存したやつ。このように全部変えていけるので。
こういうような感じですね。まあ、あと、通貨ペアをですね、さらに追加したい場合はですね、この、新規チャート作成という、ありますね。こちらをクリックですね。はい。すると、ここにですね、この通貨ペアがあります。まあ、これが主要通貨ペアですね。まあ、こちらを選択して、すると、はい、ここに1個また追加されましたね。で、あとは、同じように、定型チャートの先ほどのメイン。あなたが 保存したやつで変えればいいということですね。ここが、これだけしかないのかって言って、ちょっと少なく見えません、ね。まあ実はここにもっとありまして、この Forex2 というところにもまた項目がたくさんありますし、この Forex3 というところにもありますので、これは金のやつですね。まあこの辺から選んでいって、自分の取引したい通貨を、ペアを選んで追加していってください。はい、以上がですね、MT4 の、基本的な使い方とカスタマイズのやり方でした。動画を最後までご覧いただき、どうもありがとうございました。